今回は、ソリッドエーテルのデモ版をプレイするぞ。エーテルを画像検索すると、原神ばかり出てきますが、一体どういったゲームなのかのまあその前に、ちょいと眩しいんで、明るさを下げるけどな。おう。画面でもわかるように、白と黒で色分けされた、超シンプルなシューティングゲームやで。でもあれなんすねー。めっちゃ弾幕の激しいゲームっつよ。ふむ。弾速もそれなりにあるんで、ちんたらプレイしておるとやられちまうぞ。一応、バンミスした場合の復帰も早いですし、何回かは被弾しても平気なようっつねー。まあそうなんじゃが、特に表示とかないさかい、残機がいくつあるのかはわからんのっていうかよー、ボスの攻撃も激しいもんじゃのー。せやけども、ボスの攻撃パターンが決まっておるさかい、それを見極めれば、なんとかなるかもしれんのしかしよー、超硬くねえか、このボス。まあ、実際のところ、ボスを倒し終えるまでに3分ぐらいかかったから、はようくたばれやって、思いながらプレイしとったわ。カップ麺に、お湯を注いでっからの方が良さそうじゃのー。